さあ貴様ら、ドラゴンボールレジェンズのお時間だ。レジェンズフェスティバル後半戦始まりやがったな。手加減はなしだ。手加減はなしだ。さあ久しぶりだな、ザ・ゴジータそしてブロリー、この2つのガシャが始まりやがったわけだが、現在決勝が6戦、両方フルパワーで引くとなくなっちまうからな。ちょっとピックアップを見ながら、まあゴジータ合体は二度とごめんだがな。そしてフリーザ、こいつは氷の大陸に来た時のフリーザか。そして第一形態フリーザ、これ持ってないな俺は、援護タイプで、スーパーサイヤ人3カカロット、これは持ってる気がするな。でスーパーサイヤ人カカロット、全開覚醒できるやつか。ビルス様、おラベンダじゃないか。おお、蹴りのバジルじゃないか。この辺は、あ、これは持ってないな、サイヤマン。で、ゴテンクス。これも持ってないな、俺、多分。で、新しいブロリー。なるほど。これがゴジータ。ザ・ゴジータか。そして、グッブロリー、ゴー、ゴー。こっちはどうだ。さあ、まずはブロリー、フルパワー。2枚目だな。そして、フリーダが同じ。これも持ってないな。これはザマスと戦った時の俺たちか。合体、あ、これあるじゃないか。プイプイを一撃で吹き飛ばしたカカロット、すごいやつだよお前は。この俺もないな。ズヤピッコロ、まあ、こいつあるな。してグーン、まあ、あるが全開覚醒はやっていない、できていない。お、ベルガモじゃないか、潰しのベルガモ。でブラック、こいつもないな。あー、こいつもない、いや、あったか、なかったんじゃないか。そして、あ、割と最近のセル、これは、あった、あ、ターレスもない、こっちだな。よーし、決めたぞ、カカロット。今回俺が全力で引くのは、ザ・ブロリーだ。まずは10連、500、行くぞ。手加減はなしだ。せめて俺を引ければな。フリーザは出ると予想だ。お、いきなり氷、俺にやらせろカカロット。これいきなりピックアップきたんじゃないか。二度と蘇るんじゃないぞ。アタック、どうだこれ、一発目から来るぞ。かっこいいスーパーエリート、エリートか。そしてブースター、その程度か、スラックか。さあエクストリーム、お、気持ち悪い女だ。さあ来た、スパーキング、うわー来た。え、これだよな、ニュー。いきなり3発、4発目で来やがったぞ。お前の生体、お前の生体エキスを吸い尽く、余裕だな、もうこうなってくると。こうなるともう俺を狙うか。息が臭いぞグルド。いや、フリーダ周り多いな。いや、14号、あ、まあだから敵側のやつが多いってことか。全員ジャコ以外敵側か。さあ限界突破、そんなことはどうでもいい。いきなりブロリー来やがったな。さあ行くか。いや、ちょっとこれ早々に引き上げてゴジータ狙ってやってもいいんだかな。まあ俺は俺を狙う。さあ、お、これもうブルー&キントーン確定じゃないか、もしかして。さあ俺は、ジレンはすでに星7だ。さあ、いけ、カカロット、ゴールデンフリーザなんかに負けんの。カカロット、すごいやつだよ、お前は。さあ、どうだ。おお、トテッポ。なんかな。あれ、大丈夫か、これ。よく出るな、貴様。ちょっと待って、特戦隊多いな、気候戦隊。おお、おお、うわあ、もうか、おい、もうかぶったぞ。俺は前のやつほど優しく、なんだ、うわあ来た。お前が、いや俺様がナンバーワンだ。うわ、ちょっと待て、私はついブラックも初登場。ちょっとこれまた言われるな、これまたな、どうのこうの、運営とつながってんじゃないか、どうのこうの。
さあ早くも限界突破だ。まさにキャンペーン、限界突破キャンペーン。うわちょっとこれどうする、ゴジータ行くか、俺出たと。まあまあまあまだ行くか。え、いい、どうなんだ。まあ俺を限界突破させたい、させたいからな。まあこれはダメそうだな。お、スーパーサイズ、なんで怒ったんだよ。さあ勝てよ、カカロット。さあ俺来るか、貴様の勝ちだ。まあ、これは EX 以上は確定らしいからな。さあまずはビルス様。お、戦いは好まないが、ネイル、あれ強いから、なんかあのネイル結構。仕方ない。お、未来トランクスか。実力行使で。あ、なんだこの上の、上のやつは。さあスパーキング来た。おお、ベルガモだ。レンジャーズが一人。潰しのベルガモ。潰しのベルガモ。大級中代表。クソが。お、ボージャック。クソが。お、トーマン。そのみ。ん？ぐらいか。俺だ。ファイナルフラッシュ。スーパーベジータだ。ノーマルグルードだ。そしてよいしょ、消えよいしょ、スーパーベジータだ。以上か。なるほど、ベルガモが限界突破せず。あ、めんどくさいな、あのスパーキングのなんか限界突破玉みたいなやつな。ストック1個しか持てないから毎回あのボックスに送られる感じのやつな。さあ星3つだ。ベジータ一家、昔のブルマは入ってないやつだ。ちょっと待って、これステップ1覧、ステップ4がチケットが来んのか。そしてステップ5、スパーキング確定、あと2000か。うわ、これどうするよ。まあ行くか。俺は決めたんだ、俺自身を引くってな。さあ、お、弾けてまたね。来たんじゃないか、来たんじゃないか、再び。今のところスパーキングは全部出てるぞ。負けるな、カカロット。あれどうだ、黒髪、勝ちだ。バイバイキーン。さあどうだ、ドラゴンボールは弾けて曲がったか。ジジイ、お、前恋してる顔してやがるな、真ん中。俺の息子に大エキスを尽くしてやる。お、なんだこれ、クリリンを置いてったご飯だな。あの俺のとこに駆けつけた時か、あの時は。行くぞ、ザ・ザーボンからのジース、全員エリートだよ。お、じゃねえんば。さあスパーキング、おお、タレスだ。ガンガン来るな、未生児が。いいぞ、任せてもらう。メテス、もう引けるのか、まあ、ステップ5まで行ってやるか。ステップ5ではまだスパーキング確定チケットかもらえない。どうなんだ、あ、どうだこれ。まあまあブロリーが出てるから精神的な余裕だ。これはダメか、負けっか、負けっか。うお、あれ、ステップ5に外れてたか。戦闘力100万以上は確実か。いきますよ、手足が細いぞキャベ。わー、ターレス。さあエクストリームはトランクスか。これはタピオの時だな。サイバーマン、キャ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 、トランクスだ。お、俺一家が多いぞ。どうやって殺そっかな。なんだと、ブサイクなマヌケヅラメ。お、いただくぞ、いただくぞ、ぜ、まあ、くそ、貴様のエネルギー、小物が。うわっ、がっつり最後にハゼが気があったな。どうなんだこれ、どうなんだ。あ、ん、あ、引けるのかこれ。え、引けるんだな、シングル貨車4発。行くか。え、スパーキング確定？これでか。
え、なんか今回すごいな。あの5枚で1枚かと思ったら、それがスーパーサイヤ人だ。スーパーベジータ君だけがなんか別にいるのかな、ちょっと気に入らない。スーパーサイヤ人2でもないというのは正確に。さあスパーキング確定のはずだ。あれ、おー来た。さあ弾けて、うわご飯、別のゲームの方じゃ LR のやつだ。さああと3枚、これで俺が出ようもんならちょっとゴジータの方もいけそうだな。やるしかねえか。1個、何俺かなんか出てくるのか。お、元気玉だ。誰が貴様なんかに。さあどうだ、おめえはすげえよ、たった一人で。さあ2枚目、おお、メタルクーラーを、あの緑属性だな、これ意外と強いからな。正直もうカカロットのカードが多すぎていつのカカロットかわからんっていうのがあるかな。さああと2枚、どうだ、俺ちょっともうちょっと欲しいな。貴様が相手か、俺にやらせろ、カカロットの出番はないぜ。っていうことはピックアップだぞ、これで終わりだ。フリーダが出れないな、100万。こんなことがあるのか。お、さあどうだ、おお、ゴッドか、これめちゃくちゃ使ってる正直。ああ、あと1枚でなんか限界突破する。さあラスト、俺が俺を引けるのか、それともまだ出てないフリーダを引くのか。ん、黒髪か、そろそろ身勝手演出なんかも加わりそうな気がするかな。いけ、お、勝ち確だ。チクショー、さあどうだ、うわークーラーかよ、なんだこれ、いつのだ、青か、限界突破しやがったか。え、これなんだ、全開覚醒できるやつか。何色だ貴様は、何色の、何、あ、青色のクーラー、なるほど。まあまあブロリーは出たからな、俺も出たからな。1500使ってザ・ゴジータ20連で引いてやろうじゃねえか。さあ来やがれ。運は若干最初よりは落ちてるか。さあどうだ、お、いやどうだ、これはそびえる巨大な壁越えるのはな、あれ黒髪のままか、負けっか、負けっか、うっな、どうなんだこれ、おお、こんなのあるか。最終形態以外はエクストリームになりがちってのがあるから。どうした、あれ敵多いぞ、邪魔をするなら、おお、残業、あんたも消し、敵多いな、敵多いな、ザ・ゴジータじゃないのか、くそ、リクームちゃん、かけー、お、カリフラ、おい、どうだ、おい、どうした、どうした、あ、ブルマ、おい、ヤムチャを後ろに、ヤムチャを後ろに置くな、ブルマめ、ベジータ一家じゃないとき、うわ、これ、まずいな、女は多いが、限界突破か、ブルマ、貴様もか、悪の系譜、ちょっと待って、ラストだぞこれが。さあ行け、すっからからんだこれで。さあどうだ、キントン来た、お、お、これはトランクス、行け、俺だ、親子ガリックホケマト、これは来ただろう、これは来ただろう、決まったな、トランクス、任せておき、任せてはおけん、勝手にはさせないぞ、僕の番だぞ、あれ、うん、諦めんぞ、もう天使やん、もうお前たちが会うことはないと思うがってたけど、何回も会ったやつな、あれ、なんか、おお、なんだ、精神と時の部屋のカカロットか、
平和を守るために多すぎるんだカカロットのカードは。私がミスターサタンだ。さあこれはうわー貴様か。まあまあいいだろう。なるほど、やはりゴジータ来なかったか。フリーザの野郎は来やがった。ゴジータ運が俺はないんだ。あ、ちょっと待って、これスパーキング引けるんじゃないか。あった。さあ正真正銘ラストスパーキング確定チケット。さあ出るのはなんだ、ゴジータか、どっかの俺か、フリーザか。1個こっから俺たちが出てくることはもうないか。全力フルパワード来た。さあラストファイナルフラッシュはうわゴッド古い、前回覚醒して強いけどな。まあ、ああ復活の F の時のブルーカカロット。というわけで決勝たったの7、まあ、でも十分だろう、ブロリー2回出たからな。ゴジータは出なかったか。また新春かなんかに新しいガシャをやるなら、ただもう決勝がないからな。お会いしてやろう。以上だ。じゃあな。